切ない。何やってんのパパ。ドラマ。じゃあ僕と戦えよ今度は。来たー、落ちてきた。やばいやばいやばい。どうやばいやばい。カーチャー本当のファントムが誰か見てみて。え？皆さんこんにちは。ロッセン。はい、ソンブセイです。今日はロブロックスのストーリーをやりますよ。今日やるのはミステリーメイヘムというストーリーですね。一体どんなストーリーかわかんないんですが、早速やっていきましょう。じゃあ入ります。待ってください。しましょう。3人だけだよ。3人でゲームに入っていきますよ。プライベートスクール。ザスクール、学校ってなってましたね。ああ、夜ですよ。なんで夜？やだ、これ夜の学校が一番不気味。怖い。確かに不気味じゃなくて、いや不気味だよ普通に。見て、シャギーがそこにいるよ。やっぱり話しかけよう。誰シャギーって？誰？この子ですね。こんにちはって。こんにちは。学校に潜入しなきゃいけない。出た。怖いよ。だって学校の舞台は呪われてるって聞いたよ。ダインのいとこのアナの手伝いをしなきゃいけないんだ。僕についてきて。ついていけるかな。早かったな。ついていかなきゃいけませんね。アナの学校のコンテストのお手伝いをしに行くみたいですね。なんで夜なの。しかもこれはどこなんだろう。パルクールしてますね。パルクール。めっちゃすごいところを走ってきてますよ。見て、あんなところに食べ物が。おー、怪しい。早食い競争でもしようか。え、何？怪しすぎでしょ。食べてー。ゴー。さあ誰が1位になるかな。サンドイッチをクリックしてください。大人の本気を見せたよ。勝者は？シェちゃん。パパママさんです。でもこのサンドイッチ怪しすぎなんだけど、大丈夫？ずるー。よし、先に進もう。きっとお腹が痛くなるんじゃない？え？まあね、多分誰かが。やばい。パパが一番いっぱい食べたってことだよね。ああ、それだー。どうした？え？あれ？シャギーどこ行った？あ、いた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 。変な動きしてる。さっきなんか早いんだか遅いんだか何だかよくわかんない。あ、アナがいますね。僕シャギーなんだけど、こいつらは僕の友達。君たちのことについてはダフィーに聞いてたわ。なんであなたたちはここにいるの？え、手伝いに来たんだけど。あなたのタレントショーを手伝うために来たの。そうなの、私手伝いが必要なの。ファントムが学校の舞台を呪い始めてから、私たちは一度もドレスリハーサルを終わらせられたことがないの。なんか怖い。あー、はい、お化け系だよ、お化け系。あっちが学校よ。あとでね。え、アナいなくなるの。なんでいなくなるの。多分ね、多分アナだよ。あ、アナ入ってっちゃった。多分いい振りなんだよ。ゲートが閉まってる。これはシャギーが怪しい。このブルドーザーに乗っていかなきゃ。そうだ。これ？あ、これか。乗っていい。ただそれだけ。ブルドーザーを動かしたかった。これ？え？え？あ、しちゃった。ただのパルクールじゃん。だいぶ。これでもう壊すじゃないの。ねえ。そう思った。なんか車の電池ついてるんだけど、先生たちいるのかな。これが学校だ。何も見えない暗すぎて。あら、あたりを見回して学校に入れる道がないか探してみて。ほう。表からは入れなさそうですね。木からも入れなさそうですね。木？ちょっとぐるっと回ってみましょうか。こっちよりいい。あ、あ、これじゃない。おい、見て、シャギー。これ見つけたわ。カホちゃんが見つけましたね。
グランピングフックを使って学校に入れそうだよ。おお、これね、グランピングフックっていうのはこの矢印を手のクリックのところを押すとそこに飛べるってこと。そう、ここに立ってほらクリックする。わあ、いいね。次はどこだ。ここだ。お、もう着いた。みんなおっしゃいよ。で、次の丸に進むの。次の丸に見えるでしょ、あっちに。どこ？あ、降りて、その段を降りて、そのまま次の段に入れない。入れない。カホカホ、よくやった。シャギーがついちゃったんで、みんな自動的に行きましたね。何これ。お、うっ、舞台に到着したよ。いるんだけど。なんかいる。シャギー、後ろを見て。シャギー、いるー。いや、もう気づいてるでしょ。やられた。え、何やってる。おいしい。走ってー。わーわーわー。もっと前に気づいてたよね。いや、でも追いかけてこない。うわー、追いかけてる。追いかけてきた。いや、うわー、やばい。これビリビリがある。ビリビリを避けながら逃げて。キューキュー。遅くない？敵遅い。もうちょっと迫力。油断したら。え、追いつかれたらどうなの。死んじゃう。死んだ一発で。ええー、ええ、追いつかれないように急いで。いや、なんか遅いじゃんと思って後ろ向いたら、一気に取ってかれた。うわ、いるいる、めっちゃいる。やばいやばい、二人とも、頑張れ。待って、俺はどこで。やばい、ピリピリしてる。おい、早く来い。こっち回ってるぜ。パパパパは、せこりましたね。おい、早く来い、早く来い。よし、カホは行った。おい、やばい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 。パパ、また死んだの。死んでない、死んでない。何やってんの、パパ。ドラマクリスクリーター。あーあー。俺どうだった、俺どうだった、最後。わかんない。ビリビリになった。ギリギリセーフっぽい。キュー、危なかったね。なんだ、あれ。あー、もう。やばい、また骸骨が出てきましたよ。バット持って、みんな。バット。結構いるな、敵。カホのところにすごい集まってきてるんだけど。バット持ってない。え、バットどうやって振ってるの。あの、相手をクリックする。あ、そういうこと。え、よね、合ってる。カホ合ってる。クリック。ほら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 。なんか、あ、2階に行ったらセーフ。魔女がいるところまで行ってる。おー、やったー。シェイ、シェイ。カホちゃん死にそうですね。まだおさ、ここが舞台。あ、先生がいる。イエーイ。あなたたち、ここで何やってるの。舞台の裏側ってことですね。なる。私たちはただ助けようとしているだけなんです。呪われたショーをちゃんとできるようにしたいんです。そうなの。ファントムが来てから舞台ができないの。やばいじゃん。どうぞ。でも僕は聞いたよ。ファントムがいるときは先生はいないって。おい、絶対そういうことや。聞いたかい。なんか、ハヘヘヘヘって。先生？え、まさか。いない。いない。え、その人が、モンスター。先生がモンスター。か、演技の先生はファントムが出てくるときには必ずいなくなるんだって。やばいじゃん。なんかおかしいよね、それって。ママ、クルーがある。え、やばい。また骸骨が出てきた。ママ、カモシャー。ママ、カオ、やめて。カオが死にそう。上で、上からショット。いや、カオ、死ぬよ。逃げて、カオ。逃げて、おやじ。おー、いたいたいた。あと一人だ。カオ、死ぬ。倒した。倒した。で、見せて。ファントムを捕まえなきゃ。じゃあさ、ファントムって何？人の名前ですね。舞台の裏にいるなんかファントムっていうお話があるんだよね、実は。舞台の上に出てきましたよ。いやー、来た。ここは僕のシアターだ。出るんだ。
ついに来たよ。すまないな、僕はアナの側だ。どう、アナも悪かったらどうする。来ました。拒絶するんだな。じゃあショーを楽しむがいい。僕のアクターに合うんだ。やばい、またスケルトンじゃん。俺はスケルトン。うん、俺は倒すしかないよ、こいつら。倒して、ちょいちょい。このスケルトン弱いな。こいつら弱い。まだいる。すごいいっぱいいる。あ、めっちゃいる。あ、なんか向こうびっくりマークあるの。何せ、あれなんだ。これなんかしなきゃいけないんじゃない？それアクティベートしないといけない。もうアクティベートした。スケルトンを倒すしよう。もっと上げなきゃいけないんじゃない？もうだけ、あ、できた。これしたらどうなの？残り6秒しかないけど、いける？いや、違う、6人だよ。あー、6人だ。そういうことか。え、上に上げたよ。あ、反対もあるんだ。反対もある？いや、反対は上げたよ。せいがやった？いや、もっと上げれるの、これ。全部上げなきゃいけないんじゃない？はい、スケルトンが減らない。スケルトンは頼む。いや、カオは高くて。あと1個、1個。あと1回です。よし、どうだった？ナンバーサーブチョリー。チョリー、こいつに終わりだ。え？どこ？じゃあ、僕と戦えよ、今度は。きたー、落ちてきた。でかっ。やばいやばいやばい、どうする？スパイク、あー、やばい。スパイク。やばい、出していく。重い。どうやって戦うの、こいつと。どうすんだよ。ちゃちゃ、待って。おい、やばい、うっ、あ、気をつけろ。わぁ、うん、やばい。そして、パパ何やってんの。こいつら、ちょっとこれどうやって攻撃すればいいんだよ。大丈夫、生きてる。ほら、ほら、やばい、やばい。すごい顔してるな、こいつ。あー、また動き出した、やばい。この時はもう避けまくればいいってこと。そう、紫が来ないように。来る。まだでしょ。まだでしょ。何？何？あ、骸骨まで来た。え、嘘でしょ。ふざけんなよ。やばい、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 やばい。おぉ、そんな。オッケー、大丈夫。そろそろ来る。本当のファントムが誰か見てみて。え？は？いた。どういうこと？ああ！やっぱ先生だ。やっぱりか。やっぱり演技の先生だった。そうよ。ここは私のシアターなもの。え？もう違うよ。ミラクルアルト。え？というわけで学校の舞台を守りました。クリーニングです。